ああ、もう撮ってる日時が今12月24日なんだけど、ああ、もうだるいわ、もうだるい。もうクリスマスイブってだけでもう冒頭の茶番考えるのがだるい。もう本当にめんどくさい、もう今日明日はもうカップルもう全員死んで。どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。というわけで、今回もデブ猫生活やっていこうかなと思います。前回もね、たくさんの高評価と、コメントがね、多分過去最高ですね。4000件以上来てましたね、コメントが。いやもうすごかった。はい。まあ、なので今回はですね、この新しく生まれた後ろのね、このちっちゃい青い猫。このね、猫の名前を決めるっていうのと、まあ、今日録画してんのが12月23日ということで、もうね、明日はね、クソスマスイブということ、まあ、一応ね、このカグモットになんかそういうね、アイテム追加されるんで、それなんかちょっと作ろうかなと思ってます。はい。で、コメントであったのが、まあ、やっぱりね、このもう見た目、もう見た目からして完全にもうドラえもんということで、まあ、ドラちゃんとか、まあね、セバシ君とか、もう意味わかんないんだけど。あと、のびちゃんとかね、ドラえもん関係の名前が多かったね。で、もうね、まあ、ドラえもんばっかかなと思ったんだけど、やっぱ今までみんなデブ猫のね、動画を見てくれたおかげなのか知らないけど、圧倒的にゃんちゅう。うん。圧倒的にゃんちゅう。マジで、にゃんちゅう、にゃんちゅう、にゃんちゅう。いや、そこは、オーンみたいな感じで。にゃんちゅうってオーンって言うよね、確か。あ、そうだ、超どうでもいいんですけど、僕にゃんちゅうのモノマネします。にゃんちゅうだにゃーん。今回はデブ猫の名前を決めるのにゃ。あー、しんどということなんで、こいつの名前はですね、ドラえもんでもなく、のび太でもなく、セバシでもなく、ジャイアンでもなく、あ、そうだ、僕ジャイアンのモノマネができるんですよ。おい、のび太、のび太、のび太。やはりこいつの名前はその身に恥じない、4次元ポケットを持ちし、猫の名前、そう、にゃんちゅうで決定いたしました。はい、こいつの名前はにゃんちゅうです。よろしくお願いします。はーい。ドラえもん関係ではありません。こいつの名前にゃんちゅうということでよろしくお願いします。で、今回なんかクリスマス関連のなんかアイテムを作るっていう感じなんですけど、何があったかな、クリスマス関係は。ですね。あ、この辺にいっぱいあるわ。ファイヤーピット、フェアリーライト、フェアリーライト。かっこいい名前。リース?これ。リース。なんだこれ。多分煙突みたいなやつなんだろうけど。読み方わかんねえわ。あと、こう、クリスマスツリーがあると。これなんか装飾とかをさ、なんか虎徹のお墓とかにつけちゃダメかな。なんかお墓に装飾するってなんか生命を冒涜してるかのような。行為にも見えなくもないけど。ま、じゃああんまりね、硬いこと言わずに。ちょ、せっかくだから久しぶりにさ、虎徹のお墓を見に行くっていうのも合わせて、まあまあまあ。てか、にゃんちゅうって今冷静に考えて思ったんだけどさ、ネズミなの?猫なの?ちょっと待って。よくわかんないんだけど。だってにゃんでしょ?ちゅうでしょ?にゃんちゅうってネズミだったの?大人になって初めて気づいたんだけど、にゃんちゅうって猫じゃない説?まあいいや。まあ、とりあえずこいつの名前にゃんちゅうと、はい。あ、で、あとさ、コメントでさ、面白かったのがさ、ピカちゃん一番最初に生まれてきたのに今季逃してて草みたいなコメントがあってさ、笑っちゃったんだけど、いやもうピカちゃんはしょうが、あー、びっくりだ、ピカちゃんしょうがないよ、怒んないで本当に。あ、そうだ、なんかせっかくだからちょっとカグモットについてなんか説明しようかなと思うんですけど、なんか前回さ、虹色のソファーあったじゃないですか。あれ作り方載ってなくてわかんないって言ったんですけど、どうやらカグモットってなんかまだちゃんと完成してないっぽくて、まあ、だから未実装みたいな、実績解除しようとしても絶対に、解除されない的な感じで、実装自体がそもそもなんかされてないっぽいんですよね。順番が違うんじゃないのとか言われてるんですけど、もうこの椅子を置いた時点で、ここは解除されてて、まあ、セクシータイムがこう解除されてないのは、まあ、多分実装がされてないだけっぽいんですよね。だから、このカグモットの実績をね、全部解除するっていうのは、なんかどうやら無理だったっぽいっすね。なんかすいません、本当に。まあ、一応なんですけど、まあ、一応動画でやるかわかんないんですけど、まあなんかこういうね、作業中になんか喋ることに困った時のためにネタを考えておこうのコーナーみたいな感じで、ちょっとまあ何を言いたいかというと、動画尺つなぎのためにね尺つなぎのために、まあ、なんか動画のネタが欲しいなって僕思ってるんですけど、なんかこれについて喋ってくれやみたいなことがあったら、よかったらちょっと今回の動画でコメントで試しにちょっと書いてほしいんですよね。まあ、それでなんかいろいろこう話すネタがあって、あ、これだったらよく喋れるなみたいなのがあったら、まあね、ちょっとコーナー化していこうかなと思ってるんですけど、もはやデブ猫は関係なくなってるんじゃないかっていう質問に関しては受け付けてないです。はい。
そういうコメントをした方はね、全部削除しようかなと思ってます。やっぱこうさ、個人的にはやっぱ自分の好きなことをなんか楽しくやってて、それを見るのが楽しいっていう、まあ視聴者の人もね、やっぱいると思うし、そういう風にやっていくのもね、全然いいと思うんだけど、まあやっぱね、たまにはというか、やっぱ視聴者が求めてるものを取り入れていかないと、どんどんオワコンになってしまうんでね、本当に。いやもう本当なんか、僕 YouTube 始めてもう今何年だ ?3 年か4年ぐらい経ってるんですけど、始めたばっかの人がすぐ人気になったり、まあ、昔超有名だった人がどんどんオワコンになったりみたいなことってあるじゃん、やっぱり。そうだから、そういうの見てると、僕もね、あ、ちょ、今めっちゃ動揺しちゃった。めっちゃ動揺しちゃった。オワコン恐怖症に今追われてるんで、オワコンって言葉を口に出そうとしたらすげえなんか、動揺しちゃった。いや、僕もオワコンにならないようにね、やっぱね、こう楽しいね、コンテンツをね、作り上げていけたらなって思ってるんですよ。僕らバカになって、宙を待って、今だけは忘れてらったた、踊り明かすこの夜を。あ、待って。え、待って、今気づいたんだけど。え、にゃんちゅう、鈴ついてる。鈴だっけこれ、鈴か。鈴ついてんだけど気づかなかったー。てか今なんかピカちゃんが餌食った気がするけど、もしかしてお腹空いてるパティのやつですか。すいません。で、多分粘土がまあ割と焼けてるから、これだけあればとりあえず植木鉢1個作れるから、ちょっとジングルベルしちゃいますか。で、植木鉢1個作る。で、葉っぱがね、ちょうどここにあるとは十字。オッケー。来たー、クリスマスツリー来たー。これを設置すればいいってことか。置きましょう。行くぞ。どのぐらいのサイズになるんだろう。はい。お、自石解除来た。意外とでかい。すげえ、なんか上にちゃんと星ついてる。かわいい。これさ、装飾なんか特に何もされてないけど、もしかしてこれにフェアリーライトとか、おう、つける感じ。これさっき作ったさ、やつ、できんのかな。あー、え、なんかおかしくない？え、なんか、めり込んだんだが。めり込んだ剣。レンガをこんな感じで並べれば、マントルピースみたいなのができて、これは、一体どういう感じなんだ、これは。ここにドーン置くと、あ、なるほど。暖炉みたいになるのか。で、煙突みたいなやつが、これが、レンガと丸石でできた。どういう感じになるんだろう。ここにさ、下にね、火が出てないのに、煙が出てくるってよくわかんない状況ね。そもそもここの家自体がさ、木材だからさ、合わないよねっていう。悲しい出来事が。こうか、できた、フェアリーライト。これちょっとさ、つけてみようぜ。なんか入り口とかにつけておけば、すごいなんかキラキラキラーってなるんじゃないので、いくぜ。はい。え、つけらんないだと。これまさかクリスマスツリー限定とかそういう感じかな。え、なんか全然つけられる気配がしないんだけど。あ、上か、あ、違うな。ツリーに、はい。あ、できた、ちっちゃちっちゃこれ。え、結構でかいサイズだと思ったら意外とちっちゃかった剣。マジかよ、これクリスマスツリーにとりあえず装飾する的な感じか。なるほど。あ、こうやってやってけってことか。まあ、ということで、だいぶレンガが焼けてるんで、ここでね、バチコリね、レンガをね、作っていこうかなと思います。で、まあ、レンガがあるんで、これでね、ちょっと暖炉的なのを作ろうかなと思います。で、家の構造的に暖炉を作る場所が、なかなかね、ないということで、まあ、どこに作ろうかなって考えたときに、まあ、ここに作っちゃおうかな、みたいな。いや、ここに作っていいのかな、よくわかんないけど。もう、とりあえずちょっとここにね、作ろうかなと思います。この家がね、ちょっとね、4マスになっちゃって、ちょっとすごい中途半端なんで、ちょ、こっから、待って、俺、カットオールとかオフにしてるよね。あ、よかった。あぶねえ、またなんか原木ぶち壊すとこだったわ。3マスで、真ん中に、火をつける感じでやりたいんで、まあ、ここ1マスちょっと余っちゃうんですけど、まあ余っちゃうということで。まあすごい簡易的な感じで作っちゃおうかなと思います。ここにレンガ敷いてっちゃって。ネザーラックをパッと置いちゃって、あとはここ囲む感じで作っていけばいいかな。まあ多分ワンスタックもあればなかなか、まあ多分ワンスタックもあれば足りると思うんで、ね、で、こんな感じで、まあ若干取り入れる形にしつつ、ここでさっき作ったこのチーニーみたいなやつを、ここにズドンとね、ぶっ刺すみたいなね。オッケー。これ大丈夫かな、これ。で、まあ、あとはこんな感じにしちゃって、火つけちゃえばいいのか。はい。これで、さっきのこのマントルピースってやつを貼ってやれば、埋まっちゃったな。これ大丈夫。まあ、こんな感じでいっか。まあ、これで暖炉という感じで、すごい簡易的だけど、これ外から見たらどんな感じになってんだろう。試しにこの多くの木材になぜかあるレンガの一部。はい。なんかぶっ刺さってんだけど。え、なんかあそこ、ぶっ刺さってるんやけど。まあいいんじゃないかな。で、片焼き粘土が作れたんで、これでね、キャンドルが作れます。ちょっと待って、骨粉やってなかった。
これで白色の色付き粘土をやった後に丸石を下に置いて石をここ3個並べるとできた。キャンドル、オッケー。試しにさ、ちょっと1個出してみようぜ。キャンドルどんな感じなんだろう。はい、お、これ明かりになるのか。すごい、待って、ピカちゃんの言うこと絶対下がってる。これやば、殴りに来てる。ごめん。キャンドルめっちゃでかくね、これ。すげえな。なんかあのパーティーとか、なんだろうな、ハリーポッターとかのさ、なんかすごい大聖堂みたいな、あそこのテーブルとかに並べられてるようなもんじゃないの、このキャンドルって。ちょっと僕にはあいにくそんな広さの机はないんで、なんかあの小鉄のねこう両脇にこのキャンドルみたいな、なんか洋風な感じのお墓。まあ、やっぱ十字架って結構あの洋風な感じするから、キャンドル置いておくのがいいんじゃないかっていう。やっぱあのデブ猫の家にはクリスマスツリーがあるから、まあ小鉄にもね、少しでもちょっとクリスマス気分を味わってもらおうということで、まあこんな感じでね、メリークリスマス。まあそんな感じで今日は終わりにしようかな。ね、あとね、ライトね、3つだけ作ったんで、ちょっとこれをね、最後に飾って終わりにしようかな。どっか飾れない場所あるかな？これさ、これなんでここ埋まってんの？これ本当に。よくわかんないんだけど。こことか、真ん中とか。あ、強制的にこれ上になっちゃうのか。上か下かみたいな感じっぽいね。クリスマスツリーそんなにでかくないけど、まあいいんじゃないかな。実績も解除できたし。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、次回もね、またなんか実績とか解除していければいいかなと思います。そしてね、端っこにいる。なんで端っこにいるの、にゃんちゅう。にゃんちゅうもね、よろしくお願いします。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。ちょっとあの、子作り始めるのやめてもらえます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるので、そっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねばーい。その色や。絶対ここまで見てるやついねえよな。